平野翔一万日記念。名古屋が驚きのライトアップでファンを感動の渦に巻き込む。ファンが語る特別な瞬間と未来への期待。平野翔の一万日記念という特別な日、それはファンにとっても彼自身にとっても一生忘れられない一日となりました。名古屋の象徴である未来タワーが美しくライトアップされ、平野翔の文字が夜空に輝くその光景は多くのファンの心に深く刻まれました。 この記念すべき日は、平野章のこれまでの歩みを振り返り、彼の存在がもたらした数々の奇跡を再確認する機会となりました。その日、夕方には一時的に大雨が降り出しましたが、まるで奇跡のように止み、多くのファンが集まりライトアップを楽しむことができました。これはまさに平野章の持つ晴れ男伝説を証明するかのような出来事であり、ファンにとっても特別な瞬間でした。 彼の一万日を祝うために集まった人々の笑顔と幸福感は周囲に広がり、まるでお祭りのような雰囲気が漂っていました。この特別な日を迎えるにあたって、ファンは様々な方法で彼への愛と感謝を表現しました。ミライタワーのライトアップはその一つに過ぎず、街中のバス停にも平野翔の姿が見られ、多くの人々が記念撮影を楽しみました。 また、SNS を通じて彼へのメッセージや祝福の声が数えきれないほど寄せられ、その数は日を追うごとに増えていきました。これらのメッセージは彼にとっても大きな励みとなり、次の一万日への新たな決意を固める糧となったことでしょう。平野章の一万日記念を祝う日が過ぎた後も、その余韻はファンの間で長く続きました。多くの人々がその日を振り返り、 SNS やブログで感想や思い出を共有しました。彼の存在がどれだけ大きな影響を与えているかを再認識する機会となり、新たなファンも増えていきました。特に彼の笑顔や前向きな姿勢が多くの人々にとって大きな励ましとなり、日常の中での小さな幸せを見つける力となっています。ファンの一人は、平野章の一万日を祝うために遠くから訪れたことを語っています。 その人は彼の広告を見つけるために名古屋の街を歩き回り、未来タワーのライトアップを見に行くことで、一日中彼とのつながりを感じることができたと言います。このような経験は単なる観光以上の価値があり、平野章の存在が持つ力を改めて感じさせられる瞬間でした。また彼の一万日を祝うための特別なイベントや企画が多数行われました。ファン同士が集まり、 彼へのメッセージを書き込むボードや、彼のこれまでの活動を振り返る展示会などが開催され、多くの人々が彼への愛と感謝を共有しました。これらのイベントは、ファン同士の絆を深める場ともなり、新たな友達や仲間を見つけることができる貴重な機会でもありました。平野翔自身も、この特別な日を迎えるにあたって、ファンへの感謝の気持ちを表明しました。彼は、自分がここまで来ることができたのは、 ファンの支えがあったからだと語り、これからもその期待に応えるべく努力を続けることを誓いました。このような彼の言葉は、多くのファンにとって大きな励みとなり、彼の未来への期待を一層高めるものとなりました。彼の一万日記念を祝うことで、多くのファンが彼のこれまでの歩みを振り返り、その成長と変化を再確認しました。彼がデビュー当時からどのように成長し、 現在の成功を収めるに至ったのかを知ることで、彼の努力と決意を再評価することができました。特に、彼がどれだけ多くの困難を乗り越えてきたかを知ることで、彼の強さとリゼリエンスの源泉を感じることができました。また、彼の1万日記念を通じて、多くのファンが彼との思い出を振り返り、共有することができました。それは、コンサートやイベントでの思い出、テレビ番組や映画での彼の活躍、 そして日常の中で彼の音楽やパフォーマンスを楽しむ瞬間など、様々な形で彼とのつながりを感じることができた時間でした。これらの思い出は、ファンにとって大切な宝物となり、彼への愛と応援の気持ちをさらに深めるものとなりました。彼の1万日を祝うことで、多くのファンが彼の未来に対する希望と期待を新たにしました。これからも彼が新たな挑戦を続け、 その才能をさらに開花させていくことを願っています。平野翔がこれからも多くの人々に希望と喜びを届け続ける存在であり続けることを信じて多くのファンが彼を応援し続けることでしょう。この特別な日を迎えたことでファンは改めて彼への感謝の気持ちを強く感じるとともに彼とのつながりを一層深めることができました。彼のこれまでの努力と成功。 そしてこれからの未来に対する期待と希望を胸に、ファンは彼と共に新たな歴史を築いていくことを誓います。次の1万日も彼が笑顔で輝き続けることを願い、共に歩んでいきましょう。平野賞1万日おめでとう。そして、これからもずっと応援しています。平野賞の1万日記念を迎えるにあたって、私たちファンが彼に対する思いを再確認することができたことは、 とても意義深いことでした。彼の存在が私たちにとってどれほど大切であるかを改めて感じることができたのは、彼がこれまでの1万日を全力で生き抜いてきたからこそです。その努力と情熱は私たちに大きな影響を与え、日々の生活においても勇気と希望を与えてくれます。これからも平野翔が新たな挑戦を続け、その才能をさらに開花させていくことを楽しみにしています。 彼の未来がさらに輝かしいものとなるよう、私たちファンは全力で応援し続けることを誓います。次の一万日も彼が笑顔で輝き続けることを願い、共に歩んでいきましょう。平野翔、一万日おめでとう。そして、これからもずっと応援しています。平野翔の一万日記念を迎えるにあたって、私たちファンが彼に対する思いを再確認することができたことは、 とても意義深いことでした。彼の存在が私たちにとってどれほど大切であるかを改めて感じることができたのは、彼がこれまでの一万日を全力で生き抜いてきたからこそです。その努力と情熱は私たちに大きな影響を与え、日々の生活においても勇気と希望を与えてくれます。また、彼の一万日記念を祝うことで、多くのファンが彼の未来に対する期待と希望を新たにしました。 これからも彼が新たな挑戦を続け、その才能をさらに開花させていくことを楽しみにしています。彼の未来がさらに輝かしいものとなるよう、私たちファンは全力で応援し続けることを誓います。次の一万日も彼が笑顔で輝き続けることを願い、共に歩んでいきましょう。平野翔、1一万日おめでとう。そして、これからもずっと応援しています。 平野章の一万日記念を迎えるにあたって、私たちファンが彼に対する思いを再確認することができたことは、とても意義深いことでした。彼の存在が私たちにとってどれほど大切であるかを改めて感じることができたのは、彼がこれまでの一万日を全力で生き抜いてきたからこそです。その努力と情熱は、私たちに大きな影響を与え、日々の生活においても勇気と希望を与えてくれます。また、 彼の一万日記念を祝うことで、多くのファンが彼の未来に対する期待と希望を新たにしました。これからも彼が新たな挑戦を続け、その才能をさらに開花させていくことを楽しみにしています。彼の未来がさらに輝かしいものとなるよう、私たちファンは全力で応援し続けることを誓います。次の一万日も、彼が笑顔で輝き続けることを願い、共に歩んでいきましょう。平野翔。 一万日おめでとう。そして、これからもずっと応援しています。